君強いなってコメント、強いな全国大会とか君強いねって。さあ決勝戦第1試合、白熱闇ことシエル心得、それに対してドラマング、これなんか名古屋ではねなかなか見られない対決ですね。確かに。そしてジャンエがゴミである。あ、しかしドラさんは本当にここの戦はいいですね。前作から向き合ってた人はやっぱり強いですね。確かに。あのここの戦よく向き合ってたなと僕は思います。来た中段。このゲーム一周回ってやっぱ中段重ねて強いですよね。ああそうだね。なんだろうな、やっぱ初戦捕まえてからのだといろいろファジーの準備とかできちゃうけどね、直接中段で崩されると向き合わなきゃいけないから、初めとかの向き合わせる系中段はやっぱ強いです。うん、まあ、もちろんそれなりのデメリットはありますが、ありますが崩そうと決めた時にはやっぱ強い。さあやるよと。相手が悪かったでござる。やっぱある程度強い棒より向き合おうと思ったらいきなり崩すのはやっぱ正解ですね。このゲームに限らず、やっぱペイとかどうしても寝ちゃうんで、最初の一発目に締めってやった方がいいですね。さあ当たっちまう。理想はそれがやはり中段であることかな。投げはやっぱどうしてもねある程度対策できてしまうし、そうですね、やっぱ投げ抜け仕組みとか。さあ素晴らしい割り込みしている。怖いところ攻撃者ですよ。スーパードーンして、さあミスってしまった。何起こってんだ。いろいろあったかたして、うわさあドラさんガッツポーズをしている。決めたかったようです。うわ狙ってたんだよこれっていう感じだね。これしか狙ってなかったそうです。これしか狙ってない。まさに完全勝利。さあ一本先取したのはドラバング。さあ次はお乗っている、やばい僕のチームメイトハルトマン。今ねちょうどねTwitch の影響帯にこれが流れた瞬間でしたね。いやー Please select your character。 ますね、ハチミツカッテイラすごいな。マンジの月めちゃ美味しくないで、この声で言っちゃうけど静岡のマンジの月というお菓子、ね、静岡のお菓子マジでうめえな。これめちゃ美味しいですよね。前に知り合いの人と今日このお菓子持ってきてくれた人も合わせて遠征に行った時にここのお菓子が売ってる店に寄ったんですけど、うまいんですよ。いや宣伝がうまいですな。スポンサーついてくれないか。さあそんな静岡では来週からエリア予選が始まるのでみんな行こうね。うまい。さあ今日のハルトマンはなんかもう結構乗ってるからな。乗ってますね。攻めがうまいから乗るとさ本当に強いよ。ドラバングから毒がついていると重なってると見えづらいガードスパードしている。さあガーはしかしまだおみくじゲージがある。バースト使っていく。さすがにやりすぎた。何今の。さすがのドラさんもやってないって言ってる。どうやったらコウナギをもらえるんだ。何漏れかは分からないです、あれは本人にしか。いや、昇竜が漏れた波動系かな、多分。波動系入力しといて歩いて、切れ釘かな、分かんない。なんか何で漏れるのか全然分からん。はい、多分そうですね、伊沢さんの言ってるような感じ。多分そうか。さあ、ハルトマンがキビキビ動いて、OK、ジャンプしてる。さあしかしこの狭間を離れてしまった私ですが、たまに狭間を使うとですねやっぱり思うんですよね。あ、入れっぱすごいなと。どうですか、ライチ触った後でもやっぱ倒かかっちゃうとちょっと思うところうまい。思うところでもありますよね、ちょっとだけ。あ、あるあるある、やっぱ あれやっぱりあれだったんだなみたいな。
まあ強いところと弱いところはやっぱ他のキャラクターと再確認できますね。さあさすがに疑われなかった、あいつよもうね完全にさっきの光景を盾にして、これさあ、あーどうだろう、しゃがみなら多分スカルじゃないかな。なんかさっきの光景をちらつかせて飛び込みに打ってくるんじゃないかみたいな感じで萎縮させたところ、疑惑の瞬間をつきましたね。これあのひるんだのを今感じて前に出ましたね心の隙をついた低い投げだった。今日は遠征勢が本当にいっぱいいていいな。なんか久々に見たこの手のセクシーコマンド。さあ高橋さんが中川さんでも進行早かったな、5時か、さあ投げて、さあここでバースト、めくり上がるシール、さあバックトーしている、おーうまい、色だって、あーおーよく拾えた、今ちょっと高いかなと思ったんですよね、これバングだから。さあ前転通して、今なんかちゃんとマイナップ見てから前転してたっぽい、偉い。さあ食らってしまった、さあ咲いてオープンク、いやあそこまで行きたくない、おー低かった、おー素晴らしい、動きの幅が多くていいですね、ドラさんの番号は。さあマッチポイントかな、ドラバッグ反撃、さあちゃんとしている、いや向き合ってる、おおドラさんは中段を重ねながら枯れる演技いっぱい作ってたりとか。さあ旗が早い、スタだからね、あー今のいいフレーム消費、ダメだった、さあキレキレ動くのよりはかっこいいですね、うん、でも動き早いですね。さて、さあナイスジャンプ、さあまだ分からないぞ、ナイスガード、ガードが素晴らしい、さあまだ分からない、着地ゲダウン、バースト呼ばれている、タイミングが終わったか、さまだあと1回フェンディル、ラピットからはい、チャンス掴んでいく、やり返して、はい、危ないところでしたね、さっきの総称のラピちゃんと同じ匂いを感じた、これ俺もやってやるよみたいな、確かにね、さあ踏み切れなかった、さあこの流れをバスに掴むことができますかね、渡辺さん立ち合い、立ち押しで毒立ち押して、毒押して見れなかった、さあ毒を使って時間かけると、さあしょうがない、踏んが置かれていて面倒くさいですね、あのエリアはですよね、うわうわ暴れている、素晴らしい、お互いに踏み当たって欲しい、マジかよ、センスがある、マジか、確かよ、やばすぎる、おいしい、はい、ここでゲージを吐いて安全を取りに行く、さあバータイした後に、はい、クラッチやった、ファントム式、変なのあこれはお互い一緒、そう勝つですよ、ですよね、ホービー越しスリングレイド、ミスった、やってしまった、これはでかい、マングはゲージを作っていく、
ですよねー。さあ勝ったのはドラバングということで3立て優勝はブラックアイです。おめでとうございます。いやーやってしまった最後もね、もう実況としては言えなかったんだけど、明らかにドラさんが50%作るまで待って